こんにちは。今日はお休みの日で天気もいいので電車に乗ってお出かけできました。さあ、ここはどこでしょうか。ちょっとした、観光地というほどでもないんですけどね、名所と言われる場所に向かって駅から歩いている道でございます。何やら怪しげな古い建物があって、でもこれそういうデザインというか演出なんですね。パチンコ屋です。営業中です。外見はすごいなんかブリキみたいなの使ってますけど、こんな感じで元気に営業中で、珍しいパチンコ屋でした。で、ちょっとお昼、目的地に行く前にこのスバルというレストランでお昼いただこうかなと思います。ポークカツレツ頼みました。650円。安かったですね。美味しかったですよ。で、今回の目的地、この本土寺というところです。道、参道にはですね、お土産屋みたいなところ、休憩所とか、ちょっとしたもの食べれるところがあって、人もにぎわってますし、お店も結構繁盛してますね。お団子屋とか、あと甘いもの売ってたり、アイスクリーム、ソフトクリーム売ってましたね。ブルーベリーがなんか450円でちょっとお高かったですけど、ありましたよ。はい、参道をさらに進んでいきます。日が当たると結構暑かったんですけど、結構大きな木、並木道になってて、一応ね、対策としても帽子にサングラスに、マスクというだいぶ怪しい格好で来ましたけども、僕は日陰はまあまあ涼しかったですけど、やっぱ日が当たるとね暑いですよね。もう本土寺から帰ってくる人も多いですけど、やっぱり家族連れとかカップルとかが多いみたいですね。そういう場所でございます。もう一個お店がありましたね、同じような感じで。で、あ、お漬物とか持ってたかな。ここが入り口です。あ、こっからやっとお寺なの。本土寺はですね、今はアジサイのシーズンで、そのなんて言うんでしょう、お花見じゃないんですけど、綺麗なアジサイの手お庭を見に来る人が多いんですね。お寺で良かったね。ここからやっとお寺の敷地かな、門を抜けて。いやー、緑生い茂ってます。なかなか気持ちのいい風景だと思いますね。まあ僕のこのカメラがブレてるので、これ僕の撮影技術と撮影機材で気持ちのいい風景かっていうと微妙かもしれませんけど、なかなか気持ちのいい場所ですよ。さ、階段を降りてきました。階段ですね、一応段数数えたら19段ありました。19段の階段を降りてさらに進んでいきますよ。何ですかね、このお寺、何が有名って、アジサイが有名なんですけども、もともとなんか由緒ある場所なのかもよく知らずに来てますけども、こうやって浴衣着てる人も結構いて、
そこそこ地元じゃ有名とかそういう感じですかね。でもちゃんと参拝料というか入るのにお金取るんですよ。一人500円ですね。大人500円取るそうです。で、日蓮宗のお寺なんですね。一応なんか僕の実家は日蓮宗だったような気がしますけども、もう僕自身全然信仰心はないのであんまり気にはしていませんが、大人一人500円、多分このアジサイのシーズンだけお金取ってると思うんですけどね。さすがにどうだろう、いやわかんない、もしかしたらずっと取ってんのかもしれないけども、今が多分一番大きいお客さん多いシーズンですね。なんかさっきのお店の人も言ってましたね、今は多いけどでも今年は団体客が少ないねって、観光バスで乗りつけるみたいな人が少ないですねっていう話をしていました。さあこちら中に入ってきました。はい、ドーン、アジサイ、人も多いですけどもアジサイもたくさんあります。でですね、一応最初はまずは本堂をご覧くださいって書いてあったんで、本堂の方に歩いてきますよ。あの正面奥にあるのが本堂ですね。右になんか集会場みたいなところがあってですね、左には五重の塔があります。皆さん写真撮ってますね。でもまず本堂に向かいます。雰囲気的にはあのなんか京都の清水寺とかああいうとこを回ってるような気分ですかね。お金払ってお寺入ってお庭歩き回ってっていう感じなんで。本堂はですね、お賽銭のところで階段の、ま、一応行列というほどのあれじゃないですけど並んで待ってます。はい、お賽銭しました。上から見るとこんな感じ。お庭一周することにしますけども、まあ青いバラが多いですかね。こんな感じでサングラスの怪しいお兄さんが撮っています。自分でお兄さんっていうのはちょっとはばかられますね。はい、まだ庭を進んでいくと結構高低差がありますね。坂あったり階段あったり。今はですね、バラじゃないや、アジサイが多いのと、もう少し早く行ったら菖蒲のシーズンだったんですね。菖蒲って多分子供の日とかのなんか植物ですよね。子供の日に端午の節句でなんか菖蒲のなんちゃらって聞いたことあるんで、5月は菖蒲で6月がアジサイなのかな、そんな感じです。外国出身の方もいらっしゃいましたね。アジサイいっぱいあります。こんな感じでちょっと開けたところに来て、これは何を植えてんのかなって、なんか噂によるとこれが菖蒲を植えられてる畑なのではないかという感じでした。でこんな感じでですね、いい天気だったんですよ。で緑も綺麗ですよね。ちょっと暑いからね、ちょっと角度を変えるとこんな感じで、この橋みたいなところを渡って真ん中のところに行くとまた景色が違うかなというところで、センターに来てみました。はい、センターから
ぐるっと一周見てみましたよ。はい。上から見下ろしています。ちょっと高台みたいなところです。ぐるっと回って、坊さん、お地蔵さん、池もありました。これはなんかね、小銭を洗うところみたいですよ。で、遡っていくと、ちょろちょろっと滝っぽくなってましたね。よく見えないけど。サングラスにマスクの怪しい人が撮っております。墓がたくさんあるね。五重の塔の裏にはお墓がたくさんありました。さっき誰かが言ってましたけど、神社とお寺の違いはお墓があるかないかなんだって。お寺にはお墓があるけど神社にはないらしいですよ。本当かな。こちら裏側から見た五重の塔、本当に五重になってるかは分かりません。以上、五重の塔終わり。あっちが本堂、あっちが集会場、あっちが入り口で、もう一回五重の塔。帰り道に見つけたスーパー、おっかさんということで、こちら北小金という町でございました。さようなら。